久々に山下公園に来ました。横浜です。それで氷川丸ですね。どうぞ。今日は本当に寒いね。まだはい、マウンテンです。これ昔からあったかどうか覚えてませんけど、はい、ベイブリッジ見えます。ベイブリッジ、これ何かね、新しくできた何かだね。もう何年も来てないから、6年来てないかな。あ、そう。こんなんなかったよね、前。海岸通り。ファースト中ワード。はい、こういう感じですね。今ここの山下公園を通って、駐車場ここですね。それで山下公園通って、今ここまで来ました。それでケーブルカーみたいなのがどこかあったんね。どの辺、こっちか、こっちかね。これから行ってみます。こっちか、こっちじゃないな、この辺だよね。まあ、これから行ってみます。横浜スタジアムということで、中華街は、これ中華街ですね。ここ中華街です。これが氷川丸って、昔から船泊まってます。それでこっちが公園ですね。港が見える丘公園、こっちにあります。どこかな、この辺ですね。山手公園っていうんですか、港が見える丘公園って言ってたんですけど、はい、ここ石川町駅という感じですね。象の鼻パーク、赤レンガ倉庫、山下公園、大桟橋と、そういう感じですね。はい、スクランブル交差点ですね。渋谷の真似してますかね。さっきここで何か撮影があったんだよね。あれマイク持ってんじゃん、大きいマイク、ほうきみたいなマイク持ってる。撮影隊いるね。ほら、カメラ回してるでしょ。はい、ここライト照明係さんですね。すごい機材、大きい、見て、うん、それでここでギャラリーが見てる。
このホテルの、昔のあれはこの船作る場所だったの。そこにこれ建てたんよ。この日本丸っていうのはあれよ、高校生か大学生かなんか知らんけど、そういう人の練習船、この帆掛け船の。浮かんでるんだ。横浜港博物館、博物館なんだこれ。すごい帆掛け船だね。近くにこういうのがあるんだね。遠いとこばっかり写して近いとこ来てなかったね。すごいね、長いねこの船ね、日本丸。ミルクティーでーす。ホットティーでーす。ほうじ茶ゼリーの白玉クリームあんみつと、あとはフルーツパフェ、女性受けナンバーワンです。素敵。はい、やっと着きました。富士山の見える五重の塔。駐車場まで歩いてる人いっぱいいたから、駐車場間違えたかな、置いて歩くかなと思ったけど、駐車場になんとか入れました。はい、はい、有名な場所みたいです。さあ、
はい、やっと上まで来ました。いや、いい景色ですね。ここまで登るのに大変でした。いつもトレーニングしてる山の3倍ぐらいきつかったです。富士吉田市です、この下はね。五重の塔と富士山、どうですか。今日はたまたま富士山雲に隠れて恥ずかしいです。ここでずっと座ってこう眺めてるのがいいんだね、うん、はい、今日は寒い、まだ寒い、桜も咲いてません。祝日です。でも人はこんないっぱい人います。上もこうまだちょっと登って歩くことができますね。すごい人だかりです。そこで花火大会の桟敷みたいなもんがあって、そこでずっと座って写真も撮らないで眺めてる人が何人もいます。五重の塔です。はい、富士山。雲がなくなるまで待ってるんですかね。あと富士吉田市です。この木全部桜ですね。桜の木です。さすがにここは本当にいい景色ですね。でも写真の写りも良くて、奥さんもすごい満足してます。多分桜が咲いたらまた来る気持ちになったんでしょうかね。雲が今日はどんどん雲が進みますから、やっぱり厳しいですね。今日は雲取れません。よくみんな登ってきましたね、ここまでね。この3人組も前に登ってました。こんな感じですね。はい、今度階段降りてみる。危ないけど。ああ、あそこを降りたらこれ、ここを来れるんだね。これ展望台から。うん。すごいです、この階段は。坂道を登ればいいんですけど、やっぱりよく分かってない人がいっぱいなんでしょうね。階段はきついです。これ帽子忘れてますけど、
坂道の方を登るときは登りました。こっちの方が楽です。まだですね、まだだいぶある。相当な段数だからやっぱり階段登るときついです。下まで降りてきました。観音、どこのテーピングの方、富士浅間神社、浅間神社って読みそうだよね。浅間神社、はい、そこの駐車場に車を止めました。これ有名な通りらしい、商店街らしいです。富士山が見えるっていう、そういうシチュエーションですけど、今日はちょっと富士山見えません。だから向こうへ行かないじゃん。今富士吉田市の真ん中走ってます。さんに来ました。ここはちょっとハイクラスです。徳部さんすごいです。ちょっとハイクラスになりました。でも回転してきますけど、あれがはい、あの人が持ってきます。回転レスしてきません。